それでは次に任意の行列を階段行列に変形するための基本となる方法である吐き出し法について説明していきましょう例えばですね次のような行列があったとします246837955111419ですねはいこの行列の1行目のマイナス2分の3倍を2行目に加えまた 行行目目ののマイナス2分の5倍ををに加えるという操作をしますそうするとこのように1列目がですね200と下側が0になって1行目と2行目以降に関しては最初に0でない,0でない列の大小関係が階段行列の条件を満たす状態にできることがわかります。 このようにこの2を使ってですね2の下側の3と5を消えるように行基本変形行に関する基本変形をする操作これを吐き出しというふうに呼びますつまりこの場合は11成分について第1列を吐き出すという操作を行っているわけですね一般に IJ 成分 0でない成分でないと当然これはできませんけれども0で,でない IJ 成分について第 J 列を吐き出すという操作が行に関する基本変形の組み合わせによって行うことができますまた同じようにですね列に関する基本変形を組み合わせて行を吐き出す行の IJ 成分の両側ですね を全てを0にするということもできます。ただし、階段行列にする場合に、列に関する基本変形は、今階段行列にする場合は使いませんので、これはあくまでも定義はできるということですね。定義は基本吐き出しできるということですね。で、実際階段行列にするときは、この行に関する基本変形を組み合わせてやるわけですが、 この吐き出しは上も下も i j s の上も下も0にしてしまうという操作ですが上側は0にする必要はありません階段行列にするだけであれば上側を0にする必要はないので少し余計な手順も含まれているわけですがとにかくこの吐き出しもしくは下側だけを吐き出すという操作によって階段行列ができるわけですね 実際に変形例を一つだけ見ておくことにしましょう。このような行列の場合は、1、1について第一列を吐き出すと、このようになります。1行目のマイナス2倍とマイナス3倍をそれぞれ2行目と3行目に加えると。そうすると、このようになります。でさらに、1、3成分ですね。2、3成分ですね。2、3成分の1を使って、 この1を使って下側を吐き出すこの3を0にするつまり2行目のマイナス -3 倍を3行目に加えるという操作を行うとこのようにできますこの時実際の吐き出しは実際に吐き出しという場合は1を使って上側も0にするわけですがその操作は階段行列には必要ないのでここでは吐き出しとは書いてありますが上側については操作をしていません しこのようにしてですね、階段行列ができるわけです。もう一つ例を見ておきましょう。えー、もう一つの例はあ、このような例で、えー、これを11成分を使っても良い,いのですがああ、この5と6ですね、えー、引くと1になりますので、えー、まず最初に準備として、3行目に2行目のマイナス1倍を加える。つまり、 3行目から2行目を引いておきます。そうすると、1ができますので、これ1を作る操作ですね。この1を作ってから1行目と3行目を入れ替えると、11成分が1になりますので、それを使って整数計算でやることにしましょう。そうすると、最初にこのように、まず、1162というのが出てきて、1行目と3行目を入れ替えると、このようになります。 そしてこの1を使って第1列を吐き出すとこのようになりますので再びこの今度は第2列この22成分ですねでまた6なので6で割ると大変なのでちょっとこう引き算をして第3行を第2行から引いて準備しておいてこの2を使って2と4ですから2倍して引けばここ0になりますのでこのように変形すると 階段行列にすることができるわけです。